じゃぼちぼち体を動かさないとこのまんま行っちゃうからね。じゃあですね、まずこれ取っていきますわ。なんかまたね雨が降るようなんで、こっちから行きましょうかね。はい、それです。でようやくお茶摘みのバイトが、京都で終わりまして、バイクがなかなかカーブの上に出まってました。そしてですね、これは嬉しいけど、ボタンにかけてたんですけど、これはですね、いいですね、雪下ろしをするために帰っていきたくないので、そのためのものですね。これ結構雪をスルスル落としてくれるんですね。なのでそれがですね、ちょっと古くなってきたり、新しくかけてる京都に行く前にメインのカーポートのところがですね、これがすごい役に立ったんですけど、一番安いやつ、薄いやつはやっぱり紫外線でビリビリになりますね。でこれのおかげで、もうトタンが潰れないんですよね。雪スルスル落としてくれるんで、これ変えるのこれでしたね。はい、今ブルーシートを取って戻りましたね。はい、やっぱブルーシートを弱いやつはね、風が吹くとこれリングごと、これが突っかえるようにやったんだけど、リングごとこれ持ってかれるんですよね。ちぎれて、ちぎれてビリビリになってるのが今こんな状況なんで、ちょっと面倒くさいけど、ですね、ちょっと面倒くさいんですけど、奥にこれがあるんですよ。これあれ胴縁なんで、胴縁で2枚の胴縁で挟んで、そのままやっていこうかなって思います。そうすればね、胴縁にロープ通して、その胴縁が踏ん張るような形になるんで、それでやってみようと思います。これゴミですね。もうでも思いのほかね、紫外線でやられてますよ。なんでちょっとね、どれくらい持つのかっていうのを考慮して、最悪ねビニールハウスのビニールシートの方が高いけどいいのかなっていう感じですね。はい、丈夫だし、多分そっちの方が俺はいいと踏む。でも一応屋根用のね、強化用のシート持ってきたんで、それでやってみます。はい、これがですね、今ブルーシートを取ったんだけど、やっぱりね、これに、通したんじゃやっぱり負けちゃうんだよね。ブルーシートを風圧でビリっていってしまうので、あとトラロープも結構長く必要になってしまうので、はい、あと寸法だけ測って、で、こまごまとした、明日雨なんで、明日からずっと雨だから、こまごまとしたことをやっていこうかなと思います。とりあえずは塗っていくかな。一応寸法を測って、もう一回、もう一度やっていきますか。あとこまごまとした作るものを作って、なんかしますわ。もう一本棒を作んなくちゃいけないっぽいからね。はい、こんな感じで今日で防腐剤がまでは塗り終わって、塗り切ってしまおうかなって思ってます。ではやってみましょう。はい、じゃあね、端材の中でなかなかいい長さのやつがあったんで、これ使っていこうと思います。で、さすがにちょっと補強しますね。これで補強して、何本か補強して、これで折れたらどんまいっていう感じでやっていきます。もうほぼ使い切った感じになったのが大きかったですね。
納屋にあった木材も買ってきた端材もですね、今回の補強ですよね、トタンの骨組みの補強、これでですね、ようやく使い切ることができて、また作業スペースができたんですよね。これが大きかったですね。もう物を消費して消費して今年は終わらないと、まあ来年、まあ地道に活動もしていけないし、オープンもしていけないという感じになってしまうので、焦ってやりました。でも良かったですね。都合よく、いい長さの端材がいっぱいあったのが大きかったですね。で、これビスですね、モミビー。